皆さん、こんばんは。おはようございますかね。今3時、45分。先ほどまで、ダゾンでマンチェスターシティ対リバプールの試合の解説をしてきました。こんばんは、ありがとうございました。喉が疲れました。スコア1対1、スタッツ保持率は今回はシティが 55% 弱ですか。シュートシティ7本、リバプール10本。でもオンターゲットがシティが2、リバプール3。後半はちょっと停滞した感じですかね。お互いに、停滞というかバランス、もしくは交代はうまくいかなかった。コーナーシティ1、これ後半にありましたね。リバプールが2。この試合はフィルミーノとベルナルド・シューバスかね、あとはカイル・ウォーカーとサディオ・マネ、もしくはスターリングで、スタメンのところを見ると、シティの方は右の、ウィングというかサイドハーフ、ウィング、ここにフェラン・トーレスが入って、今シーズンバレンシアから移籍をしてきて、まだ20歳、でもスペイン代表も、試合も出てると。でリーグ戦ノーゴールなんですが、チャンピオンズリーグのは3試合で3得点、カラバオカットもカップも1得点で、ここ最近は一番前ですね、ワントップのところでプレーをして、リーグ戦で言うと前節はシェフィールド戦か、決定機2つ、クロスに合わせるみたいなところが、まだ若いんで吸収力があって、これから楽しみだなっていうところは、感じさせてくれる、非常に将来性豊かな選手なんですけども、一方ベルナルド・シューバのような、昨シーズンは怪我もあってなかなか出場機会がなくて、だけどやっぱり今シーズン試合に出る機会が最近多いですけども、常に出色の出来だなと。中継の中でもアースナル戦の話もしましたが、中盤のセンターでも、体がちっちゃいだけで、いくらでも走れますし、ユニフォーム汚せますし、インサイドハーフもできる、ウィングもできる、スタメンじゃないんだなっていうところが、まず試合前の率直な感想。この試合マフレズもいない、もちろん監督の中に優先順位があったりとか、ローテーションがあったりとかしますからね。で、そういう意味では序列もあるんでしょうし、フェラントーレスにすごく期待をしているというところがあるんでしょうと。また右利きの選手が右でプレーするときに、基本的にはそのプレー選択とか位置取りは、やや外側によるんじゃないかっていうところがありますんで、そこで言うと、縦突破でクロス1回ありましたね。ちょっと深めの位置で前半1回ありましたけど、なかなか、リバプル相手、もしくはロバートさん相手に、目に見える成果は上げられなかったかな、フェラントーレスというところはあったと思います。ベルナルド・シューバの、状態とか最近のパフォーマンスを考えると、十分スタメンでいいんじゃないかなって勝手に思ってたんですが、そこが、終盤の方で出ましたけども、試合とするとなかなかこう動かなくなってきたなっていうところでの出場でしたんで、なかなかゴール方向にはいけなかったですかね。ベルナードが出たのが60分ぐらいかな、61分ですね。あとはリバプールの方は、南野がまずベンチにいなかったのは残念だったなと。ただここ最近の各選手のパフォーマンスを見ると、ディオゴ・ジョタどんどん評価は上がっています。リーグ戦が3得点で、チャンピオンズリーグが4得点かな。皆さんがだからチャンピオンズリーグが見られてるかわからないんですけども、自分は分析サイト持ってますんで、そういった試合は全部見てますが、確かにいいです。 CL4 得点か、アタランタ戦ハットトリックでしたからね。だから俺のアタランタがどれぐらいリバプール相手にやるのかなとワクワクして見たんですけど、
まあ、ここ最近のアタランタはリーグ戦の方も結構失点が多くて、ちょっと不安定だなと、強度落ちてるなと、インターナショナルマッチウィークの後から ちょっと状態が良くないので、でその上で、まあ、中央マンツーマンで、結果的にアレクサンダー・アーノルドとちょっとロバートソンと最初開けた形で試合に入ったんですが、まあ、そこで見事に アレクサンダー・アーノルドからしまっとこう幅取る、ね、サラのところにセンターバックがちょっと食いつきまして、ジムシティ食いついて、まあ、真ん中のあれは、誰やったかな。飛んでいって、違うな。真ん中スポーンって通して、ジョタが点を取ったんですよね。そこら辺がマンツーマンを逆手に取る、もしくはどこをフリーにする、もしくはフリーにさせちゃいけないみたいなところが、ちょっと珍しく、あの試合は僕はアタランタ間違えたかなと、ガスペリンさん間違えちゃったかなという感じは、まあ、しましたけども、まあ、すごく良いパフォーマンスをリバプールは見せてくれまして、まあ、非常に楽しめたなと。パロミノか。で、あの試合は、まあ、フィルミノが途中から出て、で、まあ、その試合でジョタが3つ取って、まあ、サラーのマネも1つずつ取って、まあ、すごく優雅な地でリバプールは勝ったんですけども、まあ、そこからこの試合は4-2-3-1に変えて臨んだと。いや、すごく良かったと思いました、僕は。まあ、中盤の人選のところは、まあ、カーティス・ジョーンズじゃなくて、ね、ワイナルドムとヘンダーソン2枚にして、でトップ下に、ね、フィルミノを置くと、まあ、4-3-3の時でも一番前からこう中盤に降りてきて、でそこで数的作ったり、バランスを崩したり、で、スペースを与えて走らせてみたいなことはフィルミノは常にやるんですけど、まあ、この試合は一番前にサラーがいる分、まあ、相手の最終ラインも、ね、基本的にちょっとこう押し下がった手前のところに入ってくるので、でその上でヘンダーソンとアイナルドムをサポートしながら横にもずれて、でボール引き取って、でやっぱりいい形でつなぎ役になってました。だ1得点目のマネの PK とかあったんですけども、まあ、これもそもそもそこにこう到達するまでに、1回、ね、左のロバートソンから斜めのボールがフィルミノに入ってます。やっぱサラーが押し下げる分、まあ、2センターバックは前に出られないし、でその狭いところに、ロドリとギュンドアンがいた時に、まあ、その手前のところでワイナルドムだ、ヘンダーソンだ、ちょっとこう内側から降りてくるマネだって言った時に、まあ、うまい具合に浮くんですよね。でそこからやっぱりこうマネにしっかりつないであげて、で1回クロスが入るみたいな。でそこのクリアからもう1回ボール取って、リバプールは PK 取ったんですけど、そういう意味ではやっぱりこう点に直接関与はしてない場面が多かったりするんですが、やっぱりいいとこにいるんですよね。だ前半多分2回ぐらい行ったんですけど、まあ、ゴールキックのところも含めて、まあ、シティこの試合はデブライネ1つ前に出て、まあ、442近いのかな、4-4-1-1か4-4-2みたいなところで、で基本的にまあリバプールはヘンダーソンとワイナルドゥムなんで、まあ、そんなにやっぱりこうプレーメイクっていうタイプじゃないですし、まあ、そこに積極的に取り組んでる感じもなかったんで、どうなのかな、シティからすると押し出しやすいのかな、ね、外の狭い局面でボールを奪いに行きやすいのかなっていう感じにはなったんですけど、まあ、マネが引っ張った後ろのところにフィルミノがひょっと顔を出して、でもそこにはドドリが来るんですけど、そこでやっぱり後ろ向きでボールを受けても、まあ、失わないし、ロドリを外して次の人にボールを渡すしっていうことも、まあ、しっかりやっておりました。常に相手のバランスを崩すとか、まあ、味方を助けられる場所に顔を出してあげて、まあ、ワンクッション入れるとか まあ、そういったことを赤の9番はやってるんですけども、まあ、結果的に僕は交代によってなんかこうバランスはいいんですけども、そのバランスの配置の中でなかなか動きが出ない、もしくは、まあ、あえてその虎穴に入らずんばみたいな話じゃないですけど、ボールをもらうことが相手を引っ張り出して、でその相手がいた場所を開けるみたいな仕事をできなかったですね。だから現地でそのジョタとフィルミーノの比較があるみたいな話を安井さんもされてましたけど、もともとその
得意とするアクションの方向が違いますし、種類が全然違うんで、ジョタのゴールを見ればわかるんですが、まあそれはウルブスの時代からそうなんですけど、まあ、特にウルブスなんて 3-4-3 で、まあ 3-5-2 の時もあるんですけど、ラウル・ヒメネスが一番前にいて、今度メキシコが日本とやりますから皆さんわかると思うんですが、基本飛び出しですからね。だからフィルミーナどっちかというとその一番前から降りてきて、もしかして流れて、で、スペース作ってチャンスクリエイトして、で、味方にチャンスをどんどん渡してあげるっていうのが、まず持ち味の選手なんで、実は全然違うんですけど、まあ、フィルミーノいなくなってシャキリが入って、まあ、シャキリもやっぱり良さが出しきれなかったなっていうところは、これ相手のレベルが高いってことなんでしょうけど、ここ最近シャキリが出て活躍した試合っていうのは基本的に押し込める展開で、で、外側にも選択肢があるとか、ゴール前にも選択肢が多いとか、そこでちょっと例えばこう、右の内側のところでボール受けて、ノールックでスルーボール出すとか、真ん中でジョタにスルーボール出すみたいなところで、すごくあの良さは出したんですけど、まあ、マンチェスターシティが相手の時に、まあ、シティが最初から下がることってないですからね。どちらもなんですけど、まあ、シティの方が最初から下がることはせずに、この試合最後までプレッシャーかけたっていうところは、まあ、すごくこう特徴として出ましたけど、その時に、まあ、プレス回避のところをどこでポイントとして持つかっていうのが、フィルミーノいなくなってリバプールなくなっちゃった感じしましてね。だからシティからすると本当にリバプールはまあ 4-2-3-1 の形でバランスよく立ってますけど、まあ、ヘンダーソン、ワイナルドムのところも動きはつけますけど、やっぱりロストしちゃうところはワイナルドムも前半もこう余って、まあ、それはもう仕方ない部分だと思うんですけど、その2人の動きに合わせてこう降りてくる選手っていうところがいなくなっちゃいましたから、ボールはうまくこう運べなくなりましたよね。であれば、カウンタープレスを作るために長いボールを蹴り込むっていう形でもなかったんで、まあ、基本ボール保持っていうところをリバプールもどんどん取り組んできている中では、フィルミーノがいなくなっちゃったことで、まあ、明確に失ったものあったんじゃないかなとは個人的に感じたんで、まあ、ちょっとそんな話を、させていただきました。59分で下がっちゃったんで、まあ、そこから多分リバプールシュートは自分の記憶だとちょっとないんですけども、まあアウェーでしたし、まあそこも考えたのかもしれませんね。でもまあアウェーでも代わりで出たのがシャキリでしたから、まあ、ナビケーターも一応ベンチには入ってたんで、で、ケーターもおそらくそう、コロナにっていうことがあって、結構間が空いちゃったところでの、まあ、近いところでの復帰だったんで、使いづらかったのかなっていうところはありましたから、まあでも、シャキリ入れたってことは点取りいったんじゃないのっていうところはあったので、ちょっと今日はうまくいかなかったのかなって気がしました。でシティの方は、まあ、ウォーカーはやっぱりすごいなと。PK は与えちゃいましたけど、まあ、あれはやっぱりワンツーでロバートソンが動いたところをちょっと意識しちゃった瞬間にマネにうまく入られちゃいましたが、まあ、他のところはほぼパーフェクトですし、まあ、序盤アレクサンダード1本、ワンタッチのボールでシティもちょっと背後出られちゃって、危ない場面はありましたけど、まあ、あとは基本的にその背後一発っていうところをしっかり抑えながら、まあ、手前で仮に持たれて運ばれても、まあ、シュート打たせないで横の距離をしっかり狭めるで全体で戻りながらできるだけシュートを打たせないっていうことを、まあ、すごくやっぱり集中力高く行ってたなと思いました。これ序盤多分1分ならないぐらいですか、フィルミノが出たんじゃないですかね。そうだな。デブライネがマティップからアレクサンダーアーノルド、ここにスターリングでも左足で1本スポーンと蹴ったんで、まあ、この時にフィルミノが、そうだな、コントロール失いでループしてたら入ったかもしれませんけども、まあ、少しバウンドが遠かったんで間に合わなかったのかもしれません。だこれぐらいじゃないですかね、背後をやられたのは。あとやっぱクロス対応も基本ゾーンだと思うんですけど、まあ、すごくあの戻る場所とか、実際クロスが入りそうな時にもボールに向かって守備が行えるような形ではできてましたんで、ここはやっぱりシティが取り組んできたものはしっかり出たとは思いますと。あとはデブライネの状態も最近ちょっと疲れてるなと思って見てたんですけども、まあ、仲良かったっていうところもあったと思うんで、良かったと思いますし、あとは PK のところが、まあ、あれもカイル・ウォーカーの一人で二人見るっていう守備からなんですけど、まあ、決められていればもちろんシティからすれば、まあ、大きかったんでしょうしね。ただエデルソンも素晴らしいセービングで決定機は止めましたから、
まあそういう意味では、まあシュート本数とかも含めて、まあ引き上げがちょうど良かったのかなっていう感じもします。まあ前半すごいハイスピードでエキサイティングでっていうところから、後半は少しずつこう、まあ硬くなってきましたね。で交代してなおリバプールがちょっと動き出せなくなってっていう、シティもボール持てるんですけども、後ろをこう基本3枚にし始めて、まあ、3枚の選手がどれぐらい攻撃参加するのかなって話も中継でしたんですけど、まあそんなにやっぱり脇からドリブルでガッて入っていくっていうことはしなかったんで、まあやっぱりポジションバランス、攻守のバランス、まあすごく意識したんだろうなと。まあ勝ち点3つ取りたいんでしょうけど、取りに行って失うってことは避けたかったんじゃないかなっていうところはありますから、まあここはギリギリのなんかとバランスでやったようには見えました。これか、前半の43分か、フェランが取られてフィルミーノがキープして相手かわして、でヘンダーソンから背後でマネが抜け出すっていう、ここは結構リバプールからするとこの抜け出した時にマネが打ってもよかったんじゃないかなっていう感じがしたんですが、まあシティもラポルト戻る、カンセロ戻る、まあ全員の戻りの速さと、まずシュートを抑えるとかっていうところで遅らせましたけど、まあここはサラーからアレクサンダー・アーノルドで最後ドーンって打ったところをエデルソンが止めるっていう、まあこういったギリギリの場面もリバプールの前半作ったんで、うん、まあ、前半後半ちょっとこう内容変わったと思いますけども、まあ特に前半はすごく面白かったなと思いました。早いなって、これこの試合で話すの大変だなって思いました。やっぱりあとはまあそれはもうね、実際の当事者とか監督さんがもう日々選手を観察した中で、これまでのこう経験の中で選んでますから、何の文句もないですけども、まあベルナルド・シューバー最初から見たかったなとか、まあフィルミーノもちょっと置いといてほしかったなとか、まあこれは一フットボールファンとしてちょっと思ったところはありました。やっとすると皆さんも似たようなことは感じるかもしれません。はい、でも楽しい試合でした。やっぱそのバランスをね、崩すことイコールリスクですから、球持つことだけ考えればもっとバランス崩した方がいいけども、でそのバランスが崩れた結果、トランジションが効かずにカウンターでやられちゃうとか、ボールを持ちすぎてカウンターでやられちゃうなんていうのは、まあ、お互いにそういう経験はしてますし、シティも対リバプールで今まで何回もそういうのがあったんで、だからすごくやっぱり慎重さも持ちながらプレーしてるのはよく分かりましたし、でリバプールもまあ4人同時に起用するっていうところは非常にこう面白さと魅力があって、で守備のソリッドさもあって、ただそのリバプールの守備を逆手にとってシティが点取っちゃったっていう場面も、まあ、中継で言わせてもらいましたけど、あんなところを見るとやっぱりちょっと鳥肌立っちゃうなっていう感じはしましたから、だからまあ 4-3-3 で守備するときと、まあ、4-4-2 で守備するときって、まあ、多分ちょっと変わるんでしょうし、まあ、あの時もサディオ・マネがこう左からグワーッとアプローチして、で結果的にそのマネのスペースが空いちゃってっていう形になりましたから、まあ、こういった難しさは常にあるなと、もしくはそこを逃さなかった、シティはすごいなと。31分か、ちょっと見てみよう。今日すいません、ちょっと長くなってますね。でワイナルドとヘンダーソンの2枚のその横のダイナミックなスライドとか、そのタスクの部分、もしくはその大変さみたいな話は序盤からさせてもらったんですけど、まあ結果的にはですけどね、リバプールからすればマネが出て、マネが出たところを使われて、でワイナルドが全速力でスライドしたんですけども、ヘンダーソンちょっと間に合わなかったと。でなんでかというと、ヘンダーソンはロドリのところに出ましたん でこっからの戻りがちょっと間に合わずに、もしくはこのウォーカーのところがフリーになっちゃった時にロバートソンが出られなかった。出られなかった理由はジェズスが内側にいた、でワイナルドムが対応したんですけども、ちょっと中を開けてしまった。中を開けてしまう理由はまずウォーカーが早いんで縦を止めなきゃいけない、まあ答えもこれだと思うんですけど、でウォーカーからやっぱデブライネにボールが入った時にワイナルドムとヘンダーソンのやっぱ距離っていうのはこれ結構入ってますからね、15メーター以上入ってますよね。
これはもうリバプールからすると、まあ、プレッシングのところがちょっとマネがこうルベン・ディアスのところまで出た時に、まあ、できればヘンダーソンのところでジョタの方に多分ボールが出せればよかったんでしょうけど、まあ、ここがやっぱりなかなか難しいところなんでしょうね。瞬間的なことなんで。だからロドリからすればまあそのまま左に展開することもできたんでしょうけど、まあ空いてるところは多分見えたでしょうし、でデブライネからするとまあジェズスがハーフスペースのところに立ってたんで、まあ重なることはないなっていうのと、まあやっぱりウォーカーがこうコントロールした瞬間にグッてこう内側を見てるんですよね。ああ来てないなと、ヘンダーソン間に合ってねえなと、まあ、これ俺フリーになるわってことでウォーカーからボール受けてますから、まああとはそのターンの中で完成視野でおそらくジェズスを見てると思うんですけど、まあやっぱりスムースで速い、ジェズスのターンも僕はこれは狙ってるのかちょっと分かんないんですが、まあなんかこうストリートを感じるような部分だし、まあストライカーらしいですよね。で最後は左足のトーキックですから、まあローマリオみたいなゴールなんですけど、これはでもまあ復帰して2試合でもう2トン取ってるんですけど、オリンピアコース戦もすごくジェズスは切れてましたし、縦突破から右足ズドーンって天井に決めていい形で戻ってきましたから、リバプール相手にまた点が取れて、これは本人にとってもチームにとっても大きいだろうなと。だこの展開のところがまあその瞬間的にね見えた部分にボールを送り込んでるっていうところなのかもしれないですけど、見事になんかリバプールのこの試合のやってることのこう見えるかもしれないウィークなところをついてシティも点取ったんで、まあ、そこはやっぱりすごかったなと思いました。こういった攻撃はやっぱりマンチェスターシティだなって思いながら見ておりました。狙ってんすかねこのコントロールね。ボールはちょっとジェズスからすると右後ろに来たんですよね。狙ってんのかな、右足で左のかかとの後ろに、左足の後ろを通してるんですけど、まあ狙ってんのかもしれないですね。その後の反転は早いですから。でもうとにかく足を前に出すっていう、でつま先でゴール、うん、素晴らしいと思いました。これがやっぱりストライカーだと思うんで、これができる人がいるいないでやっぱりゴール前が、ね、こじ開けられるかどうか変わりますから、やっぱりガブリエル・ジェズスの復帰はシティにとっては大きいよねという、まあ、ことになると思います。今日はちょっと長く話しちゃいました、すいません。なんか10分ぐらいでまとめようって思うと結構簡素になっちゃうんで、まあ、この試合はビッグマッチで内容が濃かったんでいいなとちょっと話をしてみました。まあ、あとはちょっと個人的に見たかった選手とか残してほしかった選手とかもありましたんで話をしてみました。最後まで見ていただきありがとうございました。ひとまずこれでインターナショナルマッチウィークに入りますんで、私はこれからまた新解説のでちょっと代表戦を扱おうかなと思ってますので、またもしそちら興味ある方はどうぞ、ご参加ください。あさってか火曜日の夜に小沢くんとちょっとライブ配信をする予定です。で、インターナショナルマッチウィーク明けの自分のプレミアリーグの担当は、リーズ対アーセナルになっております。まあ、まだちょっと先なんですけども、うん、まあそちらも楽しみにしながら、まあ日々の指導とそれから解説業、またこれからも頑張っていきますので、まあ基本皆さんにとって僕は解説者でしょうから、まあ解説者としての私をまたこれからも応援していただきつつ、僕と一緒にまた一緒に、フットボールを楽しめるように僕も全力で努力しますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で4時ですね、寝ます。お疲れ様でした。ありがとうございました。